たに言わずにいたけれど、理想通りのようなあの部屋が大嫌いだったよ。どこにも居場所なんてなくて、息をするのも許されないような、支配された世界。でも笑ってればもう誰も悲しませることなく、なんとかやり過ごせると思ってたのに、泣きながら逃げ出したあの日、一人ハメに打たれてた。これからどこのか今さえわからない今まで、ただ一筆この夜が明けて、欲しくないと願ってた。明日の来ない世界がもしもあるのならと探していた。穏やかな夜とか、転がるくらい笑う夜とかあって、こんな感じだったね。もう明日に怯える私じゃなくなったよと、いつかは消える日が来ると信じたい。愛してるの一言だとか、ただそばにいることとか、孤独を忘れられるような瞬間だったりとか、繋いだ手のぬくもりだとか、眼差しの優しさとか、忘れてきた何もかも、君が精一杯差し出してた。知ってるの一言だとか、ただそばにいることとか、孤独を忘れられるような瞬間だったりとか、繋いだ手のぬくもりだとか、眼差しの優しさとか、忘れてきた何もかも、君が精いっぱい差し出してる。